はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ラピ TV です。本日はアポロ10号の写真で見つけましたこのブーメラン型 UFO、 こちらを紹介していきたいと思います。土曜特番プレミアムシリーズ、今日特番7でお送りしたいと思います。果たしてこのブーメラン型 UFO、 50年前の写真に写っているものが Google スカイにも写っておりました。カラー写真でお見せします。それでは早速このブーメラン型 UFO を見ていきたいと思います。これは太陽にも接近して写り込んだ形跡があるものだと思われます。それでは早速写真の方から見ていきます。こちらがその正式写真、nasa.gov as10/35/-5268jpeg の写真となります。この大きさでは何の変哲もない、地球の写真が写っているものですが、当時はこれ検閲に引っかからなかったものだと思います。こんなに小さく写っているものが、まさかこの時代にパソコンで自宅で拡大できるとは NASA も思っていなかったことだと思います。ここに小さく写っているものを拡大することに成功しました。それとこの上の部分、今日はこの下の部分に写っている太陽とか他の Google スカイとかにも写り込んでいるブーメラン型 UFO をご紹介したいと思います。それでは早速見ていきます。次の写真です。これが赤枠内、地球の大きさがこれです。アポロ10号が撮影した写真となります。約50年ぐらい前の写真です。その当時から彼らはアポロ10号のアポロ宇宙計画を監視しているということになりますよね。そして私たちが50年前はそんなに、まあ、宇宙でどういったことが起きているかは全く知る術もない時代にいた感じで、彼らはもうちゃんと地球を発見して地球の周辺でアポロ10号のまあ動きを監視しているといったものがはっきりと映り込んでおります。そして最近の太陽望遠鏡の中にもこういった数々の同じ形のブーメラン型 UFO が現れているということも、最近の私の太陽望遠鏡シリーズの動画の中にも映り込んでおります。私の動画をずっと見てこられた方はわかると思います。ああ、それだと思われると思います。それでは早速拡大写真お見せします。これがそれです。これが地球ですよね。そしてアポロ10号が地球を撮影した写真に数々映り込むこの白い点。これはほとんど UFO だと思われます。そしてこれですね、皆さんよくデブリとおっしゃりますが、このアポロ10号当時はまだ地球の周りにデブリはわずかしかありませんし、こんなに大きなデブリは存在しませんということになりますので、それを頭の中に入れてみてください。そしてこれがそのアポロ10号から写ったものです。宇宙空間では遠近感で、まあ、近いのか遠いのかわからないんで、その大きさを知る術はありませんが、これを拡大したものがこれとなります。まずここ拡大しますね、矢印の部分、これがそのブーメラン型の形をした UFO となります。そして拡大すると、ここに居住区が1つ2つ3つあります。ここがおそらくメインの操縦席部分だと思います。そしてここがトンネル状のもの のようなバーのようなものでつながって、こちらに行き来するものだと思います。かなり巨大な物体だと思われます。そしてここにもありますので、彼らはこれは宇宙ステーションと兼ね備えた、まあ、宇宙空間を移動できる大型の宇宙船だと思います。まあ、スペースコロニーを兼ねて、ここで生活が十分できる、まあ、巨大宇宙船だと思われます。それがこれですね。はっきりと50年前のアポロ10号が撮影した写真に写っております。ここにも小さな何か写り込んでおります。そしてさらに次の写真です。ここに写っているものがそれです。
ゴミとかホコリとかが写ったものではないということがお分かりになると思います。距離はかなり離れてますね、地球から。そしてこれです。少しずつ拡大していきます。どうでしょうか。これです。形が見えてきてますよね。ここアンテナのようなもの、そして居住区がはっきり見えております。ここがメインの、まあ、操縦席部分だと思います。そしてここもこの各居住区がこのバーのようなトンネルのようなものでつながっております。これはひょっとしたら可変するものだと思われます。ここにもあります。構造物のようなものが1つ、2つ、3つ、アンテナのようなもの、そしてこのトンネルのようなパイプのようなもので居住区同士がつながり合っているといった、まあ、合理的な形をしております。そしてこれが、まあ、Google スカイで見つけたものです。これと酷似しているのでね、皆さんに比べるために、比較のために挙げてみました。どうでしょうか。この V の形がこの部分だと思ってください。そしてこの部分アンテナです。おそらくこの部分なのかこちらかですね。これがこの部分、そしてこれが2つのこの V のマーク、この間にもこれありますよね、何か。それがこれだと思います。ここ見てください。ここがこれです。そしてこの頭の部分がこれだと思います。そしてこの部分がこれです。そしてこのアンテナのように見えている部分がここだと思います。角度が違って見えてますのでね、別のこれが Google スカイに映っている、まあ、酷似したものなので比較のために皆さんにご紹介しました。これとこれは同じものだと私の試験で推測しております。どうでしょうか。同じものが50年前と、そして最近の Google スカイにも映っておるということで、若干形が異なっているような感じもしますが、もうほとんど同じ、まあ、異星人の宇宙船であるということがわかると思います。どうでしょうか。これが50年前のアポロ15号が撮った写真、そしてこれが、まあ、最近映り込んだ、まあ、Google スカイの写真のカラー映像となります。これではっきりと似ているということがわかると思います。これとこれは非常に酷似したものであります。これが全く同じかどうかは、まあ、知る術はありませんが、私の試験では同じ機種だと思います。同じ異星人がもう50年前にもう地球を訪れているということで、知らないのは地球人だけでした。やっと月に、まあ、有人飛行船を送ることが、飛行船ですね、宇宙飛行船を送ることができるというレベルで、50年前というと私どれぐらいでしょうかね、まだ小学生か中学生ぐらいだと思います。まあそれまだ生まれてない方もいるかもしれませんね。はい、そういったわけで年がバレますが、これがその50年前の写真となります。そして最近の Google スカイの映像、 V 字型どうでしょうか。これは太陽の望遠鏡の、太陽望遠鏡の双方の中にも映り込んでいるブーメラン型 UFO と酷似しているのがお分かりになると思います。ここの部分は可変すると思います。ここにこういうふうにひっついたり、これが90度になったりするものだと私の試験でそう思います。皆さんのぜひコメントお待ちしております。このアポロ10号のこのリンク貼っときます。この写真のリンク貼っときますので、ぜひ拡大して最新の、まあ、フォトショーで見てください。フォトショーなどで、まあ、拡大してみるといいと思います。私はフォトショップ持たないんでね、これ以上こう鮮明にできませんが、まあ、できるだけ解像度を上げたものです。これが例の Google スカイです。これがいつも現れる司令船ですね。銀色の色をしている白い、そのそばでこういった現れた V 字型のカラーの映像がはっきりと映り込んでおります。ここに構造物が見えてますよね。はい、明らかに宇宙船です。そしてこれがその上の方にあったものですね、他の UFO。 これ、まあ、ワームホールかもしれませんが、こういうふうに空間上にあるもの、これを拡大したものです。ここにも何かありますよね。そして次です。これが位置関係、太陽、
地球がこんな感じに映っております。半月状に映っております。こちらの方が、まあ、夜ということで、こちらが、まあ、昼ですよね。そしてここの白い点が全て UFO であるということで、他のも拡大した方はぜひこの白い部分を拡大してみてください。今回はこれをメインでお送りしております。これですね。はい、どうでしょうか。これです。赤枠内の位置にあるものです。これが正式リンクの写真となります。ここに写ってます。このリンク貼っときますので、ぜひ拡大してみてください。この Chrome の方はここで、まあ、拡大していくことができます。そしてその位置に持っていくとこれぐらい見えてきますね。これで約 500% となります。これをですね、スクリーンキャプチャーでキャプチャーして撮って、さらに拡大してください。するとこれぐらい、先ほどの映像ぐらいに拡大することができます。これですね。ここまで拡大を繰り返すとできますので、ぜひこのリンク貼っときますので見てください。 500% でこれぐらいまで拡大できます。非常に小さいものです。ここ今日はね、これがちょっとね不思議に見えたんで拡大したところを見つけました。そして今日の土曜、まあ、スペシャルとして皆さんにご紹介しております。これですね。今日のネタはこれとなります。はっきり50年前から彼らはもう地球に訪れているということで、 NASA は宇宙に向かってこう電波望遠鏡でメッセージを発してますけどね、そういった必要はないということですね。自ら人類の存在をね、まあ彼らが良いものか悪いものか分かりませんけど、それらに向かってこの存在生存していることを宇宙全体に発するのは無謀だと思います。彼らが、まあ、善人なのか悪人なのか分からないのに、むやみにその地球の存在位置を、まあ、電波望遠鏡で送るのは無謀だと私は思います。彼らは50年前から分かっているということではないでしょうか。それ以前もやってきているということになりますよね。無駄な抵抗はやめて、その電波とかで送信しても、彼らはそういった過去の通信方式は受信できないと思います。彼らは量子通信か何かを行っております。おそらく電波の速度というのは光に近いですが、光と電波は相当彼らにとっては遅い速度だと思います。はい、そういった感じで、これがそのリンク。こちらがアポロ15の撮った5268 JPEG の写真に写り込んでおります。概要欄にこれリンク貼っときますので、ぜひ見てください。それではこの詳しい映像をフィルターをかけながらよく見ていきます。これがその居住区、操縦席部分だと思います。ここ一つアンテナのようなもの、建物のようなものが左右対称に同じようなものがあります。そしてこの居住区からこの居住区に移動できるように、真ん中にこの通路みたいな丸いパイプライン状のものがあります。そしてこちらはパイプライン状じゃないですが、こうギザギザギザとなって、ここにも構造物が見えております。そしてさらにこれも構造物かもしれませんが、アンテナかもしれません。こういった感じに伸びているブーメラン型のもの、色を変えていきます。はい、これがネオです。オリジナルがこれです。サウナがこれ、これで結構はっきり見えます。ネオがこれ、薄めにしたところです。そして、まあ、白黒に近いスレッドというやつです。どうでしょうか。はっきり見えますよね、この居住区と。ここはもう 水平です。そして左右対称のような構造物、そして下に伸びたところの先端部分にもこういった構造物が見えております。そしてこれ、そしてこれ、ちょっと暗いですね。そして薄めにしたところ、すべてお見せします。こういった感じで、まあ、フォトショーを持ってある方は、さらにね、解像度を上げて見てみてください。これだけ拡大を繰り返すと、はっきり映ってきますので、皆さんもそういった私より優れた、これは Windows 10に搭載されている、もう写真フォトの、まあ、ソフトで、
こういうふうにすることができますので、皆さんもぜひやってみてください。今日見つけたアポロ10号のこのブーメラン型 UFO、 これがオリジナル映像となります。それでは皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。いつもね、たくさんのコメントありがとうございます。今日土曜日、今日のスペシャルとしてアポロ10号に映り込んだこの太陽周辺に現れるブーメラン型 UFO、 そして G スカイにも現れる UFO がはっきり50年前の写真に映り込んでいるというところを今日はご紹介しました。これは他の YouTuber さん、世界誰もこれをまだ投稿しておりません。これが私が初だということになります。では最後にこれをまとめた写真見ながらお別れしたいと思います。ではどうぞ。はい、下のこの赤枠内に発見しました。この位置です。誰でもわかりますので、下の概要欄にこのリンク、写真のリンクすぐ飛べるように貼っときます。ぜひあなたも写真ソフトなどを使って見つけて、鮮明度拡大してあげて、さらに何か見つけた場合はコメント欄にコメントよろしくお願いします。いつもたくさんの方が見てくれております。過去の動画を見ると全てがつながってきますので、これが実際に異星人が存在する証拠だということです。最近は宇宙人の存在、異星人の存在を否定する人が減ってきました。確かに彼らはいます。そういったことで NASA もいつね、正式に発表するかを迷っていると思います。もうそういった時期に来ているということです。このネット社会で隠すことは不可能です。皆さん、ぜひこの正式の NASA の50年前の月面の地球を撮った写真をぜひください。では、また不思議な写真見つかりましたら皆さんにご紹介したいと思います。アポロ10号が撮影した地球の写真に映り込んだブーメラン型 UFO を発見したので、今日はご紹介しました。では、またです。最後までご視聴ありがとうございました。では、またです。さよなら。ラピッ TV でした。